サラダライフの川原です。皆さん今日は暑いところをお集まりいただきましてありがとうございます。まあオンラインの方もかなり多くの在校生、卒業生の皆さん集まっていただいたと思いますけども、まあここ福岡キャンパスに開学してですね、すでにもう16年目を迎えております。なかなか皆さんと対面で授業とかですね、いろんなお話をする機会ってないんですけども。今回本当特別に MIT の宮川先生を迎えして特別講座を行っていただくという運びになりました。大変嬉しく思っています。で、宮川先生についてちょっと簡単にご紹介を申し上げたいと思います。実は私との付き合いはですね、もう7年、8年ぐらいになりますかね。はい。ということで、もう先ほどもお話ありましたけど、言語学教授として MIT で30年以上も教鞭を取っていらっしゃいます。で、それだけ聞きますとね、私たち文系の先生かなというふうに思ってしまうかもしれませんけど、実は先生のもう一つ大きな横顔ということで言いますと、デジタルラーニングについて非常に造形が深くいらっしゃいます。それも、MIT でリーダーシップを取ってこられた方です。2010年から13年の間、オープンコースウェア、一般的に私たち OCW というふうに言っていますけども、これ当初の MIT 委員会の委員長を務めていらっしゃって、MIT のファカルティ諮問委員会の初代委員長を務めになっていらっしゃいました。18年から21年、MIT オープンラーニングの上級担当副学部長でいらっしゃいまして、ここでですね、MIT を中心とするハーバード、さまざまなアメリカのいわゆるブランド校が、オンライン教育に力を入れ出したその先駆けとなった役割を担っていらっしゃいました。それからちょっと時間前後してですけども、2014年から2019年におきましては日本国内におきまして、MIT との兼務をされながら東大での特任教授を務めていらっしゃる、オンライン教育のご担当ということで勤めていらっしゃいました。で、実はこの時期にですね、本学と具体的な業務上の関係を持たせていただきました。つまり、サイバー大学の皆さんが使ってらっしゃるクラウドキャンパスですね。これをまさにリリースするっていう直前で、実は東京大学と共同研究を行いました。で、様々なコンテンツの共有とかですね、LMS の連携、それから視聴体験、ということで、いろんな実験をさせていただくにあたって、宮川先生には非常に尽力を尽くしていただきまして、もうそのために今私たちのクラウドキャンパスがあると言っても過言ではありません。ということで、大変な恩義があるわけなんです。で、その関係からですね、2019年からサイバー大学の社外取締役として本日も務めていただいているという、こういう背景になります。ということで今日は私自身もまだ講演内容全然拝見してないんですけども楽しみにして今日参りました。今日一日、わずかな時間ですけど皆さんと一緒に、勉強していきたいというふうに思います。ではまた後でご挨拶させていただきます。今日どうもありがとうございます。今ご紹介していただいた宮川です。ありがとうございます。川原学長とは先ほどのお話の中にもありましたけど、ちょうど東大で MIT とのクロスアポイントメントで、2014年に仕事を始めた時に、最初に知り合ってからずっとお世話になっております。で、このサイバー大学のことは当時はあまり知らなかったんですけど、それからいろいろと知る機会がありまして、大変成功なさっている大学で感心しております。で、その社外取締役もやらせていただいているんですけど、ともかく私としても大変勉強させていただいています。ですから今日こういうような機会を与えてくださってどうもありがとうございます。で、私はもう MIT に行ってから、MIT には1991年にMIT に行きました。で、その前もアメリカの大学、オハイオ州立大学というところで11年教えていました。で、MIT に行った時には言語学の教授として行ったんですけど、
まあ、たまたま、2000年にこのオープンコースウェアっていう、アイデアを出すコミュニティに入っていて、で、これが、とても大切なアイデアだなと思いまして、で、言語学と両立して、そちらの、まあ、今で言うと、オープンエデュケーションの道も辿るようになりました。ですね。ですから、もう2本立てで、ずっとやってきています。で、これは特に若い人たちとは限らないんですけど、私がこういうような言語学以外の、仕事をするとは夢にも思っていませんでした。ですね。もう、ちょっとのきっかけで2000年にこのコミュニティ、学長、MIT の学長に、呼ばれて、で、ほんの少数の教員の委員会で、で、MIT の、まあ、これからのオンライン教育をどうするか、で、そこでオープンコースウェアっていう、ともかく無料で誰でもいつでも、見られるようなシステムを作りましょうというふうに提案して、で、それがスタートで、今のようなオープンエデュケーションのような仕事もしていまして、で、それのつながりで、まあ、今日のようなお話を、させていただきます。ですね。ですから、もう常に、いろんなオプティン機会が待っている。それを、うまくこう掴んで、で、前に進むという、そういう体制でいると、いろいろと思いがけないチャンスが待っています。皆さん、ぜひそれを頭に置いて、これからもご活躍してください。はい。それでは、今日のお話に入ります。で、今日のお話は、特に私は、MIT で、その、ラーニング、学習について、オープンコースウェアをはじめに、いろいろと考えてきたので、で、まあ、今回は、その、これからのラーニング、学びが、どうなるのか、ですね、どうなるべきか、というお話をします。ですね。で、このコンテクストなんですけど、背景としては、この研究によって、違うんですが、現在存在する仕事の 14% から 57% がオートメーション、ですね、AI によって失われる。半分が失われる。人によっては半分以上が失われるんではないかと。で、これが、まあ、ちょっとその、暗い将来なんですが、でも、これに対して、今の若者の 65% は将来的に今では存在しない仕事に就く。ですね。これは OECD、経済協力開発機構が、ある調査で言ってることです。ですね。で、これを見ますと、お分かりのように、オートメーション、AI などによって、今存在する、要するに古い仕事はどんどんなくなっていく。で、それに対して、これから新しい仕事がどんどん出てくる。で、今日のお話は、この新しい仕事っていうのはどういうものか。で、そこにどうやって我々、まあ、特に若い人たちが入っていくのか。で、ここにその教育、ラーニング、学習がメインポイントです。で、それに関して、これからの、労働者、まあ、若者は、年間100日以上の日時を費やして、新しい知識を身につける必要がある。これは、世界経済フォーラムの、方が MIT に来て、講演をして、こういうことを言いました。要するに、これからの、若い人たちは、社会人になって、で、会社なり、仕事をしている間に、3分の1は学生の身分で続けなければいけない。そうしないと、これからのものすごいスピードで開発されるテクノロジーなどについていけない。もう少しこう、積極的に言いますと、これだけの時間を費やして知識を身につける人たちは、もうこれから、次から次、要するに、今存在してない仕事を、65% 将来できる。その仕事につける。
チャンスがあるということです。で、ここで、そのやっぱり教育が一番大切です。で、お話の中でも言いますけど、このシナリオですと、要するに半分、今の半分の仕事がなくなる。で、65% 今存在してない仕事が出てくるっていうのは、実は今回が初めてではないんです。歴史の中で少なくとも一度前に起こったことがあるんで、それについてもちょっと考えてみて、そこから学べることを学んで、で、前に進もうという、そういうお話です。で、仕事が失われるのは、これはもう確かで、これは時々、お話しする、マサチューセッツ工科大学の経済学者、アシモグル教授の、最近の経験で、製造工程にロボットが1台追加されると全国で約 3.3 人の労働者が不要になると算出しました。1台のロボットが入ると 3.3 人の労働者が必要でなくなると。これはもう大変な数です。で、今もうロボットどんどん入っていますから、これだけ仕事がなくなるっていうのは、これはもう具体的に数字で出しています。これも何年もの調査。彼は、アシモグルさんは、労働の専門ですが、特に最近は AI と、フューチャーワークについて詳しく調査しています。はい。ですから、仕事はなくなる。でも、新しい仕事が出てくる。これをどういうふうに考えたらいいか。で、これは将来のことです。将来のことは、具体的には話せないんですが、実は、過去の例を2つ振り返って、同じようなことが起こったところからお話をします。2つあります。まず、70年代に一つ、面白いことが、今でもこれ起こっています。何かっていうと、70年代にこの銀行の ATM が社会に普及し始めました。ATM ですね。でも ATM っていうのはオートメーションです。そのキャッシュを、現金を機械的に扱うオートメーションです。ATM 以前は銀行員が、人間が現金を扱っていました。それがATM が出てきてから、ATM が全く同じ機械的な仕事をするようになりました。で、この ATM が入ると、予測としては銀行員のそういう機械的な仕事をしてきた人の仕事がどんどんなくなる。というふうに予測できます。で、確かに一時的には仕事がなくなりました。減りました。ですね。でも、予想以外に、これはボストンユニバーシティのジェームス・ベッセンさんの研究ですけど、ATM がずっと増えたんですが、実は銀行員の数も増えてるんです。ですね。これ予想以外です。ATM が増えると銀行員の数が減るはずなのに、銀行員の数が増えてるんです。これがベッセンさんの、その論文の研究で、で、ここに非常に大切な学べる、この先どうなるか、その社会を考えるにあたって学べることがあります。要するに何が起こったかっていうと、ATM が入りました。で、それで銀行はお金を節約することができた。ですね。ATM でもうオートメーションで、いろいろなことができるようになったんで。で、その、節約できたお金をどういうふうに使ったかっていうと、実は銀行の支店をどんどん作り始めたんです。アメリカに行くとわかりますけど、今銀行の支店ってスターバックスと同じ、いや、スターバックスに負けないほど、数多く街の中にあります。で、銀行の支店を作ると何が必要か。銀行員が必要です。そうすると新しい仕事ができた。ただ、ここで、この先のことを考えるにあたって、一つの大切なレッスンがあります。
で、これ、ベッセンさんの、論文と、あと、MIT の、同じ経済学者の、デイビッド・オッター教授が指摘することですけど、新しい銀行員は、より高い能力が必要とされる創造的な仕事、例えば、ローンの手続きや、投資商品の販売などを担当している。要するに、以前、ATM 以前は、機械的な、要するに現金を扱う仕事がメインだったのが、この ATM が入って、で、でも仕事の数は増えた。その増えた仕事っていうのは全く内容が違う。もっとクリエイティブな、ですね。ローンの組み方とか、最近、あれですね、投資商品を銀行で売っています。で、これはその銀行の中を見るとわかりますけど、そのキャッシュを扱ってた。要するに銀行に行って、現金を引き出す、あるいは預けるだけの銀行だった時には、中はそれほど魅力的ではない建物でした。でも最近は非常に明るくて、で、魅力的な、こういうインテリアをどこの銀行も作っています。なぜかというと、いろんな商品を売るからです。いろんな商品を売りたいので、そのお客さんに来てもらって、魅力的な環境を作っている。ですから、繰り返して言いますと、その ATM によって仕事が、機械的な仕事がなくなった。でも、仕事の数は増えた。で、その増えた仕事っていうのは、もっと内容、クリエイティブな。ですから、以前は、高校の卒業、高卒でも銀行で仕事ができた。でも最近は大卒ですね。いや、教育によってこの新しい仕事ができるようになったので、そういう人たちがその増えた仕事にどんどんついています。教育です。これが一つの例です。で、もう一つの例、これはもっと昔、19世紀に起こったことで、でこれが何かと言いますと、これも新しいテクノロジーによって仕事がなくなった。で、教育がその社会を救ったっていう例なんですが、これも先ほど申し上げたデイビッド・オッター教授、MIT の経済学者の仕事なんですけど、1900年、アメリカの仕事の 40% は農業。40% は農業ですね。現在、1.4%。40% の仕事が、その農業の仕事がなくなった。これは先ほど一番最初のスライドで申し上げたように、これからの今存在している仕事の、半分近くはなくなる。これ19世紀に実際に起こったことです。で、現在はたった 1.4%、たった、260万人の農民が3億2000万人の国を養うような社会になりました。これ日本もそうです。何が起こったかっていうと、要するに新しいテクノロジー、農業の機械化。これは産業革命で様々な技術革新によって農業の仕事がどんどん機械化されました。先ほどの ATM と同じです。で、この機械化によって農業の仕事がどんどんなくなる。もともと国民の 40% が、農業で仕事をしていたのが機械化によってもうどんどんなくなっていく仕事が。で、政府はどうしたか。どうしたかっていうと、16歳までの義務教育を設定しました。ハイスクールムーブメントって言われています。1910年にこの、政策を設けて、で、教育にもう膨大な予算をつけて、で、また16歳までは仕事ができないですね。以前は、1910年前はみんな農業、農家にいましたから、教育は、義務教育は5歳から10歳まで。10歳で教育が終わって、10歳になるともうみんな畑で仕事をしていました。それがもう仕事がどんどんなくなるので、機械化によって、このハイスクールムーブメントで、
16歳までは仕事をしてはいけない、勉強しなければいけないということで、アメリカのこの今のハイスキルでフレキシブルで生産的な労働力を持つ国民ができたと。で、高校卒業者を見てみますと、1910年の場合は18歳人口の 9%。9%。それがこのハイスクールムーブメントによって、1940年までにもう 73% が高卒になりました。で、こういうような、教育によって、この農業、産業革命、仕事がなくなるを乗り越えて、今のような社会ができたんです。これ、同じものを、グラフで見てますが、1910年までは、まあ、これ、下が、高校卒業率で、上が、高校入学率ですけど、まあ、並行してますが、1910年に、このハイスクールムーブメントが始まってから、急速に両方とも増えています。で、ちょっと世界大戦で、ちょっと落ちましたけど、それからまた伸びています。これが教育です。これによって、産業革命のその機械による失業率を下げたんです。これがなかったら、大変な社会問題になってました。大変な社会問題になってました。で、このハイスクールムーブメントによって農業のような肉体的な労働から事務的労働の仕事種、ホワイトカラーですね、への切り替えを支えたんです。このハイスクールムーブメントが。で、まあ、これ、この緑が農業のような肉体的な労働ですね。もう、極端に減っています。で、この赤が、事務的な、ホワイトカラーの仕事が急速に増えたと。ですね。この X パターンですね。X パターンです。これからも、先ほどの最初のスライドで申し上げて、これからもこの X パターンが起こります。もう起こりつつあります。ですね。で、この X パターンを支えるのが教育です。教育がなかったら、この赤の、これが、できません。そうすると大変な社会問題になります。教育です。教育によってこれからの社会を支えなきゃいけないんです。この青は、これは職人ですね。大工さんとか。これも面白い現象なんですけど、こういう、こう、職人、特別な技術を手に持っている人たちは、なんとなくこういうような、社会の大きい変化の中でも、生き残る。で、これからもきっとそうだと思います。大工さんとか、その類の職種は残ると思います。はい。ですから、20世紀の教育革命はハイスクールムーブメントでした。ですね。これによって社会が救われた。その21世紀の教育革命は何でしょうか。ですね。全く同じ現象がこれから起こります。ですね。全く同じ現象。仕事がもう半分なくなってしまいます。で、新しい仕事が出てくるのを支えるのは、昔はハイスクールムーブメント。で、これからは、きっと、オンラインエデュケーションが大きなその役割になるんではないかと思います。で、先ほども申し上げたように、これからの社会では、この、新しい仕事に就くために、100日間に相当する日時を費やしなければいけない、毎年。で、若者はその心の準備ができているか、心構えができているか。で、これ、つい最近、LinkedIn が、調査したんですけど、Z 世代ですね、1997年以降生まれ、25歳以下、の、若者の 76% が、この、就活している人たちが、新しい知識やスキルが学べる仕事に就きたいと答えた。76% ですね。非常に、心強いことです。今の若い人たちで、就活している人たちは、この仕事に就けば新しい
知識が、身につける。まさにそういう意欲を持った若者をこれから、必要とします。で、同じ、調査の中で、ミレニアム世代、1989年から、1996年生まれ、26歳から41歳の人たちは、55% がそのような仕事を求めると。年につれて、だんだんその意欲がなくなってくるんですね。まあ、もう50、もうこの年代になると、ある程度の、もう、落ち着いた、仕事についているということもあるかもしれませんけど、大切なのは若い世代ですね。20代の人たちがそういう仕事、その仕事についてからもうどんどんいろんな新しいスキル、知識を学べる、そういう仕事に就きたい。この意欲を持った人たちがこれが大切です。大学4年間勉強して、で、もうこれで勉強は終わりですという、なんか昔風の考えではこれからはやっていけない。まさにその X のパターンが始まりますから。で、この、オンライン教育はすでに活発に発展している。この OECD 経済協力開発機構が、何年か前に発表したことですけど、OECD 加盟国で大学卒業率は増加傾向ですね。増えている。で、増加の3分の1を占めているのは25歳から34歳。25歳から34歳。これは、普通の大学の18歳から22歳以上の年齢が OECD 諸国の大学卒業生、25歳から34歳、もっと成人になってからですね。なっています。で、社会人なので、その多くがオンラインコースを履修している。したがって、オンライン教育が進んでいる国は、大学の、への進学率が非常に高いです。例えば、韓国、オーストラリアですね。この辺はもう 90% 以上です。大学進学率が。日本は半分ぐらいかな。まだまだオンライン教育はそこまで行っていません。でもこれからもう日本もやらなきゃいけないことです。社会人になってから勉強しなきゃいけない。で、社会人になってから、もう現役の会社員は仕事を辞めて大学に戻るってことはできません。現実的には。ということはやっぱりオンライン教育ですね。で、まあ、今日お話しさせていただいているサイバー大学は、まさにこの世界で見られる傾向がサイバー大学に見られる。だから日本にもその傾向があるんですね。近年までこのサイバー大学の入学者の年齢層は OECD が特定してて、25歳から34歳までが突出していた。約 20%。でも、最近は、その N 校などのオンラインによる通信制高校への入学が拡大して、その卒業生がオンライン大学、このサイバー大学に入ってきているので、このリカーレント学習者のグループにさらに若い年齢層、若年層が加わっています。でも、大切なポイントは、そのリカーレント教育の学習者が大勢いるということです。だから日本でも、この、リカーレント教育、オンライン教育を必要としている。ということは非常にポジティブなことです。ですね。ともかく、教育をしないと、19世紀の、農業のように、教育がないと、ハイスクールムーブメントがないと、で、これからオンラインエデュケーションがないと、社会的な大変な問題になります。ですね。これは19世紀の、この、農業の、現象を見るとよくわかります。ハイスクールムーブメントがなかったら、もう、膨大な失業率を抱える国民になってしまっていました。で、それをどうにか避けられたんです。で、これからも、これ本当はもう国としてそういう政策をしないと、同じような現象になります。で、ちょっとこれから私、
まあ、オンライン教育には、二つあって、授業を履修する。サイバー大学のようなですね。要するに正式な授業を履修して、で、授業を、講義を聞いて、で、試験を受けて、で、単位を、獲得するという、そういうモデルと、あと、オープンエデュケーション。自由に興味がある科目を選んで勉強する。例えば、Python を習いたいとかですね。あるいは、シェイクスピアを習いたいとか、日本の歴史を習いたいとか。で、このオープンエデュケーションの、スタートは、先ほど、河原学長の中のご紹介でありましたけど、MIT がオープンコースウェアというものを20年前に、立ち上げました。で、オープンコースウェアというのは、MIT では約2600の科目、学部、大学院の科目を教えていますが、その科目ほぼすべての教材を誰でもいつでも無料で登録なしで使えるという、そういう企画です。で、しかも、この教材、このオープンコースや、どなたでも見られます。ocw.mit.edu ですね。もうすぐに入れて、そこには2600の科目の教材が全部揃えてあります。で、シラバス、講義ノート、場合によってはシミュレーション、で、場合によっては宿題とか、で、その宿題に答え、試験、で、その試験の答えも載っています。それこれはMIT の学生も 90% がこのオープンコースウェアを見ています。で、よく学生から聞くんですけど、MIT に応募することを考えたのは、まずオープンコースウェアを見て、MIT がこういう大学だっていうのを知って、で、MIT に応募したというふうに言っています。で、2000年にこれを立ち上げた時点では、こういうものに興味を持ってもらえるかどうか分からなかったんですけど、もう、このような感じで、これは2000年に始まって、今はもうこんな感じで、毎月、200万人、ヒット数が200万人の個別のユーザーが、世界中から170カ国からオープンコースウェアに来て、で、勉強しています。特にCOVIDの時には、倍になりました。倍になる。これ、オープンエデュケーションの、プログラム、みんなそうです。COVID-19 に、皆さん、自宅で仕事していたんで、何か新しいものを学ぼうということ。これについてまた後で、お話しします。で、このオープンコースを始めてから、合計1億人ですね、個別の人たちが、オープンコースウェアを使っています。で、これがオープンコースウェアです。オープンコースウェアは、ぜひ見てみてください。何か皆さんに興味があるものがあるはずです。ね、工学部、サイエンス系、スローンスクール使うの、ビジネススクール、で、文系、で、建築、MIT のこの5つのスクールです。これ、すべて、授業が提供されています。オープンコースウェアはその授業の教材を提供しています。で、10年後の2010年にオープンエデュケーションで新しいものが出てきて、で、これをMOOC、大型オープンオンラインコースという、で、この MOOC っていうのは教材だけじゃなくて、もう一つのコースですね。授業としてもうスタートから最後まであって、で、テストもあって、まあ、もちろん講義もあります。で、この MOOCs は今、2億2000万人の学習者が、2億2000万人の世界中の学習者が、950の大学が提供している、1万9400のMOOCのコースを勉強しています。ものすごい数です。2億2000万人、世界中の人たち。これ、かなりの人たちが先ほど申し上げたリカーレント教育ですね。ただ、
普通の事業ではなくて、自分で自由に何か探して、で、その事業を始めると。で、最近の傾向としては、マイクロクレデンシャルとか、ムークページで、学位も出すようになりました。これは最近の傾向です。で、とにかく、何か、もうほぼすべて、この、興味があるものの内容がそこに提供されています。これは、まあ、ただ例ですけど、一番、データサイエンス、コンピュータサイエンス、数学、建築、教育、あと、教員の研修、ビジネス、経営学、エンジニアリング、栄養学、法律、医学、いいですね。他にもあります。ともかく何でもこの MOOC でありますから、何か興味がある、何か勉強してみたいなというものがありましたら、必ずそこにあります。これも、これ実際の、MOOC ですけど、ゲームの開発とか、ビットコイン、クリプトカレンシーとか、まあ、いろいろとありますですね。ビットコインなんか、まあ、ちょっと最近値段が下がっちゃったんですけど、一時はものすごい学習者の数が、抱えてました。で、サイエンス系とかエンジニア関係だけじゃなくて、文系も、たくさんあります。まあ、私が、ちょっと手伝ったのは、この日本の歴史ですね。Visualizing Japan っていうのを、10年ほど前に作りました。これは、EDX というところから出ています。もし、こういうものに興味があったら見てみてください。で、こういう MOOC でできるのは、非常に著名なジョン・ダワー。これは、ジョン・ダワー先生は MIT の先生で、もう、退職したんですけど、敗北を抱きしめるという本で、ピュリッツァー賞を受賞しています。で、アンディ・ゴードン先生。これは、非常に著名なハーバードの日本史の先生。で、ジェニファー・ワイゼンフェルド。彼女は、デューク大学の、今、文系人文学部長をおやりになっている、特に日本の女性誌とかで有名な方です。で、私が、まあ、お手伝いで入ったんですけど、こういうような非常に著名な人たちを、に組んでもらって、一つの事業を作ったんです。まあ、この Visualizing Japan、この MOOC は、アメリカ中の高校、大学で使われています。まあ、アメリカだけじゃないですけど、このようなものもあります。はい。ですから、コンテンツは、もう、山ほどありますので、これから、ともかく勉強しなきゃいけないんですね。で、サイバー大学のような授業を履修することもできれば、あるいは自由に何か選んで、自分で選んで勉強するということもできます。で、これからの、勉強っていうのは、このようなコンテンツを勉強するのも大切ですけど、それと同時に、いろいろなスキルを身につけなければいけないっていうことも言われています。例えばですね、これはトニー・ワグナー先生、ハーバード大学のイノベーションラボの先生ですけど、彼が、前に言ったのは、その若者が受けている教育と職場で必要なスキルに大きなギャップがある。で、これは、大企業の、執行部の人たちにインタビューをして、どういうスキルを求めていますかと、インタビューしたところ、このような、ことを言われました。ビジネスリーダーが言う職場でのサバイバルスキル。これ、とても面白いリストです。ですね。問題をしっかりと把握して効率的に解決する。これ、コンテンツじゃありません。スキルです。
未熟で新しい状況に素早くアダプトする。これよく使われます。エイジェルな、素早く、状況を読んで、それにアダプトする。様々な人のネットワークをまたがって、共同的に仕事ができる。いいですね。これは、要するに、この、一つのタイプの人間とだけ付き合ってはダメだということですね。いろいろな人がいます。で、そういう人たちから力をもらえることもあって、いろいろな人のネットワークに入って、で、共同的に仕事ができる。で、この共同的に仕事ができる、これも一つのキーポイントです。これからの、このワークプレイスというのは、共同的に仕事ができる人を求めます。一人ではやっていけない仕事がもう今ほとんどです。で、話でも文章でもコミュニケーションが巧み。コミュニケーションの力。これはアメリカの大学では最近非常にポイントとして MIT でもそうですけど、どの授業でも、サイエンスでも、エンジニアでも、文系でも、そのコミュニケーションの力をつけなければいけないということで、文章をたくさん書かせます。で、また授業でも発表させて、その発表に対しての成績もつけます。適切な情報にアクセスできる、できてそれを分析できる。ですね、今はもう情報が溢れ出ています。ですから、何か問題があった場合、どこにその適切な情報があるか、それをアクセスして、アクセスするだけではなくて、それをうまく分析できる。その力を持っていなきゃいけないですね。好奇心が強い。これ非常に大切です。好奇心が強い。何でも、ちょっとこれ、考えてみよう。見てみよう。で、イニシアティブを取る。このような、スキルを若者は身につけなきゃいけない。ですね。ですから、コンテンツだけじゃなくて、要するに数学、ビットコイン何でもいいですけど、そういうのももちろん身につけなきゃいけないんですけど、興味があるもの。で、こういうものを身につけなきゃいけないですね。さあ、これをどこで学ぶのか。どこで学ぶのか。これが問題ですね。ですね。大学でこれを教えてくれるかっていうと、このワグナーさんが発見したのは、大学ではこれを教えていない。大学では教えていない。でもこれをどうしても身につけないと、職場ではサバイブできないんだというのが、その企業の執行部の人たちが言うことです。ですね。これまたちょっと後で考えてみましょう。これが一つ。もう一つのスキル。とても大切なスキル。学び方を学ぶ。ですね。それこれからはもうものすごいペースで学びをしなければいけないので、学習しなきゃいけないので、その新しいものを学ぶ、その学び方を身につけなきゃいけない。で、これはバーバラ・オークリー先生が、learn how to learn ですね。学び方を学ぶ。MOOC を、作って、今、200カ国で400万人以上の受講者を抱えています。400万人の。世界で最大の MOOC ですね。で、彼女はフォーブス氏が選ぶ2021年の世界で最も影響力を持つ女性エンジニアの一人として選ばれました。彼女が言っていることをちょっとかいつまんで、最近ブログに、これちょっと文字が多くて申し訳ないんですけど、ある意味では非常に常識的なことです。3つのポイント。これブログで言ってます。学んだことは何でも思い出すほどより記憶に定着する。思い出すことですね。ただ一度学んでそれでもうこれ済んだっていうんじゃなくて、何度もそれを思い出す。事実や情報を学ぶ方法は、例えば自転車の乗り方を学ぶような技術に関する知識とは非常に異なっていることを理解してください。術式的な経路はもっぱら意識的な学習ですが、手続き型の経路は、練習を通じて発達、無意識に、
習得されるものなんです。要するに、二つの、二種類の知識があって、一つは事実ですね。それは、例えば暗記できる。もう一つは体を覚えること。パフォーマンスね。自転車に乗ること。自転車は、その自転車に乗るのは、自転車に乗らないと学べない。そういう知識もある。この二つの知識を区別して学ばなきゃいけない。で、これ、子供に、学生に言うんですけど、気の散ることは学習中は全て避けてください。制限時間を決めて、目下の課題に完全に集中してください。時間が来たら5分間リラックスしてください。でも、インスタグラムをスクロールしてはいけません。ですね、非常に現実的な感じですけど、彼女はこれをもう、宗教のように、言っています。ですね。非常に当たり前のことなんですけど、でも我々が勉強するときには、これはほとんどしません。ですね。ちょっと休みたいときには、もう iPhone で、というような。数年前にある15歳の少年に知り合ったんですけど、彼は、自宅学習、ホームスクーリングを、していて、で、高校教育は自宅で勉強したんですけど、すべて MIT の OCW と MOOC で学んでいると語ってくれました。で、勉強方法について尋ねたところ、先ほどのバーバラさんの、オークリーさんの3つのことを基本的には、もうそのまま挙げてくれました。思い出す。何度も思い出す。いろんな方法を使って学んだことを思い出す。ですね。で、ただの、ファクトを覚えるだけじゃなくて、いろんなパフォーマンス。で、彼は、そのパフォーマンスを何したかっていうと、いろんなオリンピックがありますね。数学のオリンピック、物理のオリンピック。そういうのに出て、で、みんなの前で、そのパフォーマンスをしたと。で、気が散らないように、同時に3つか4つのムークを勉強して、で、一つのムークを勉強してて、で、どうしてもその前に進めなくなった時には、そこでもうストップするんではなくて、他のムークに切り替えた。だから常に勉強していた。そういうことを言ってる。で、彼は15歳で MIT に入学して、つい最近数学の学位を取得して、最近20歳で卒業しました。今、私のところで仕事してもらっています。はい。ですから、もうともかく、これからの社会は19世紀で起こったことと同じようなことがもう起こり始めています。ですね。ですから、教育をしっかりとしないと大変な社会問題になります。ですね、社会問題。もう格差がどんどん。これ起こっています、実はです、ね。アメリカではこれが起こっています。ブラジルのサンパウロ大学でも仕事するんです。この前ブラジルに行ってきた。ブラジルはアメリカよりも、そういうギャップが出始めています。とても心配です。ですから、このサイバー大学のような、こういうオンラインの教育は、これからはもう本当にその社会のもうメインの教育の一つとして捉えなければいけないと思います。